ああ、よかった。とりあえず、正直ここまで来れば、あとは、ちょっとしばらくは育成ができるので、ちょっと気分的には楽になるんですよね。さあ、いよいよ次ですね。あとエリアは3つありますけれども、とりあえず残りのエリア、まず最初2つはいいかな。どちらかというと2番目で、いかに回復がうまくいく、回復がちゃんとできるかがポイントになってくるんですが、で、ここで、結局わかんないんだよな、一回。全然違うしな。で、不倫茶番やっときますか。まあ展開は似た感じですね。ピン。赤色のイチゴ味でした。はい。ってことで、プリンチャポンは OK として。さあ、次は、どっからスタートするの？30?26? で、ちょっとここは抜かしといて、ヒーグが31、レイオンが27か。絶対ピンマくんレベル上がるの早い。あ！危ね。危ね、危ね。危ない、危ない。忘れてた。そっかそっか。よかった。よかった。思い出しよかった。よかった。危うくヒーグ博士抜かすの忘れてたわ。これがあるんですよね。よかった。思い出してよかった。ちなみにこいつはそんなに強くないので、あっさり倒しちゃいます。あんふう。いや、いい、いい、別に。おお、こうでレベル上がった。じゃあ、この状態でいくかな。これについては2年前の実況の方をご参照ください。ピューマくんのスキルがわかります。ずっともなんか動画内で、その、なんだろう、ステータス選ぶときにスキル名表示されるので、多分もう、まあ中身を知るんだったら2年前の実況を見るかなんですけれども、まあ名前だったらこれでも十分ですかね。このイベントちょっと長いので、この後の展開じゃねえ、この後の状況だけ、どういう風にやるかだけ考えておきましょう。とりあえず次回じゃねえや。次のエリアは、基本的に、まあそんなに苦労はしないと思います。ただ時間はかかると思います。で、2番目のエリア、問題がここなんですけど、グーティー川辺みたく、なんか状態異常を使う敵が結構出てくるので、そう、どちらかというと状態頻度の率が高いので、それをいかに乗り越えるかなんですよね。で、その後は、回復ポイント、プラス買い物ポイント、プラス物々交換をやって、で、ラスダンですね。で、ラスダンに入って、ラスダンのところは実はですね、下見でやってないんですよ。厳密に言うと。まあ、ちょっとはやってはいるんですけれども、ただ、そんなに深くはやってなくて、ラスボスまでも行ってないので、
実際のところ不明不明というか、いけるかどうかが怪しいです。ただ、一応、ラスダンで回復ポイント、回復ポイントでね、なんだっけ、買い物ポイントが一回出てくるので、最後の買い物が結構キーになるのと、あとアイテムドロップが結構キーになると思います。ただですね、こっからは、いよいよ竜族縛りの、竜族縛りにしたという意味では、ある一つの苦労が解放されることになります。まあ、それはこの鳩見ればわかりますが、多分これでようやくね、回復、状態異常回復のアイテムを効力を発揮しますし、あと、なんだろう。戦闘不能の解除もようやく発揮する段階ではあるんですけどね。この辺はストーリーに関係するのはどうでもいいんですけど。さあ、とりあえず、ちょっと、レベルは、31、26、31、27で、ピューマくんが26ということを考えると、まあ、ピューマくんレベル上がるのが一番早いんですけれども、どちらかというと、コールももしかしたら可能性が出てくるのかなって気もするんですよね。レベルの上がる速さで言うと。まあ、その証拠がグーティー川辺のあれですからね。まさか、ピューマ君より先にコールがレベル5上がるとは、本当に思いませんでしたね、あの時。はい、というわけで、まだイベントだったね。